オープンカスケードテクノロジーはオープンカスケード SAS によって開発とサポートが行われているオープンソースソフトウェアで3次元カナダドルや CAM その他のための開発プラットフォームである。ACT 自体はカナダドルや CAM といったアプリケーションではなく C といったプログラミング言語から呼び出して用いるライブラリーである。ACT は ソフトウェアで3次元形状を用いた表現、演算、計算を行うためのライブラリーで3次元カナダドルや CAM などに用いられることが多い。具体的には基本的なベクトル演算、行列演算に加え、幾何形状を定義するジオメトリーとその形状をトポロジカルに管理するためのクラス、連続する曲線や曲面の集合を表現するためのクラス、 ソリッドモデルを表現する、クラスおよびソリッドモデルを用いて、ブーリアン演算を行ったり、溶石計算、重心位置計算、表面積計算を行ったりするといった、三次元幾何学計算で用いる概念、計算をサポートしている。アクトの元となった CASK 度はもともと、マトラデイトビジアン社によって1990年代、初頭に開発された。これは、 ユークリッドカナダドルの開発者によって将来的にユークリッドクアンタムの基礎となるインフラとして開発されたものである。2004年社名と明確に区別するためにオープンカスケードテクノロジーと呼称されるようになった。それに際し略称をアクトとしている。アクトは次のライブラリーによって構成される。アクト自体は C で実装されているがラッパーとして 次の実装が存在する。ありがとうございます。